なんでファミコン版でラリー X 出なかったんでしょうね。あ、この曲はスーパーラリー X の曲ちゃうの。僕前ね、ラリー X アーケード版プレイしたときに、こういうね、罠を仕掛けることを知らなかったんで、敵に追いかけられて、やられて終わりだったんですけど、罠仕掛けるというね、こういうテクニックを知らなかったんで、ただね、逃げるだけのゲームだと思ってたんですよ。あ、でもやられた。難しいですよね、やっぱりね。難易度高いですね。100点。まあ、ルート16ターボみたいな感じでもありますけど。まあ、あれはでもパックマンに近いですね。こうやってね、敵に罠仕掛けることを知らなかったんですよ、僕ね。前、アーケード版とね、アーケード版のラリー X、スーパーラリー X もやりましたけどね。罠を仕掛けて敵を倒すということを知らなかったんで、ただ A ボタンを押すだけでよかったのにね、なんで気づかなかったのかよくわからない。やばい。こうやって、うわ、囲まれてんな、これ。あ、いけたいけた。こうやって全部ね、旗を取ればいいということですね。これ、スペシャルフラッグですよね。ゼビウスで言えば。この旗自体はね。だからね、そのね、罠を仕掛けるっていうテクニックが分かったんで、罠っつうか落とし穴かな、これ。それを知ったから、今回は、普通に楽しめそうな気がしますね。難しすぎるわ、つってね、罠仕掛けることを知らなかったからね。それでやめてた気がするんですね。はい、1個。その地図を見ればね、横の右の地図を見れば、どこに旗があるかがわかるようになってますね。まあ、あと1個。クリアですね。初めて1面クリアしたんちゃうかな。ラリー X プレイして。スペシャルフラッグはこれですね。S って書いてるやつかな。これ何やろうな。これ、茶色いやつは。あれ、なんか当たったらあかんっぽいから、当たらんとこうと思うけど。これね、岩っぽいもんね。岩っぽいですよね。あ、ぶつかったら多分ダメだと思うんですよ。おお、やられた。結構敵いる。うわ、やばい。危ね。2体も来たで、おい。2機も来たで、おい。これ何回でも撃てるんかな、この罠っつうか、落とし穴みたいなのは。あと2つや。またちょっとアーケード版で、またそのうちやり直ししたいですね。ラリー X ね。罠仕掛けることを分かれば面白いですね。音楽変わった。これちょっと当たってみようか。あ、やっぱダメなんやな。ゲームオーバーになりました。なるほどね。まあ面白かったですね、やっぱりね。はい。はい。